宮内庁は皇后さまが5月10日に皇居にあるもみじ山御養蚕所で御養蚕はじめの儀を行われると発表しました皇居での養蚕は明治時代以降歴代皇后に受け継がれているもので今年も皇后雅子さまによる養蚕がスタートします皇后さまは純国産の小石丸や八犬キマユの3種類の蚕のほか去年は野生種の天産 の飼育も始められました皇后さまは時間を見つけてご養蚕所に通い、天皇陛下や愛子さまもたび一緒に養蚕の作業をされたということで、その作業は2時間以上に及ぶこともあったと